ヒコロヒーさん気抜かないでください。さあでは本日のアビです。太田さんお願いします。今日はヒコロヒーですね。はい、金の話から離れてほしい。ゾンビそうやって本当ちょっとヒコロヒーから見て小池さんってどうですか。小池さん、小池さん私女性としてはやっぱり働く女性としてまあいいなと思うんですよ。なんかこうちょっとしたなんかコサージュとか、うん、ちょっとしたスカーフとか、うん、なんかしがちじゃないですか、はいはい、私結構それスナックとかで働いてたんですけど、はい、スナックでちょっとしたコサージュとか、はい、ちょっとしたスカーフとか巻いてらっしゃる先輩のお姉さん、はい、そういう人大体お金すぐ貸してくれます全部お金の話で、金を借りる借りない、ちょっと次回はもう全て忘れて。いかがでしたか。本日のお詫び、ヒコロヒー金の話から離れてほしいと太田さんからいただきました。でもね、ヒコロヒー読んだ時点でも金の話しかしないんですから、それはもうそれはそうなりますよ。申し訳ないです。だから、まあ、爆笑問題さんがもっとちゃんと謝るべきかなって私は爆笑さんからちょっと連れてきたうちの若いやつが金の話ばっかりして申し訳ない。ジム連れてこられただけだから、それはそうなんですよ。だからね、爆笑さんもうちょっと謝ってください